ハザール、歴代最少出場でマドリー全タイトル獲得。エデン・アザールはレアル・マドリーで全てのタイトルを獲得しました。アザールする、何もせずに全てを得る、ケインする、どれだけ結果を残し続けても報われないよう。ハリー・ケインがあれだけ点を量産しててもトロフィー取れてないって考えると、アザールはマジで幸運やな。カマビンビンもアザールもワールドカップ以外の全てのタイトルを獲得してるのか、やはりトップクラスの選手でクラブタイトルが欲しいならマドリーだな。ロナウドが抜けて花と得点力がガタ落ちしたレアルに相思相愛で取ったところだったが、ロナウドの穴を埋められないどころか完全にアザール板根の選手に下がってしまった。アザールは踊りを空と幸運の置物としての熾烈なポジション争いしてるから、試合に出てる暇はないんだよな。アザールはタイトルを取るためにマドリーに行って結果も出ましたね。マドリーが強くなったり、ビニシウスやロドリゴの覚醒もきっとアザールのおかげのはず。今までありがとう。3ゴール14負傷、困惑。打撃の上位互換なんだ。しかもレアルの中でこいつが一番給料もらってるんだっけ？やばすぎだろあら。アザールはどんな気持ちなん？世界最高級のニート。久保とトレードすればいいよ。歴代最高の成功者。アザールみたいな人生を組みたかがだ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。